端に設置されたエキスパンションジョイントエキスパンションジョイントとは異なる正常を持った構造体同士を分割し構造物にかかる破壊的な力を伝達しないようにする継ぎ目である。地震、温度変化による伸縮、地盤が不均一なため発生する不動沈下など様々な外力を吸収するために設けられ損壊を最小限に抑える役割を持つ。 一般的な建築家なものである。エキスパンションとは、拡大、膨張を意味する。図面上は EXPJ と表記される。一般的にエキスパンションジョイントが必要となるケースは、以下の2種類である。水平力に対する場合、地盤の沈下に対する場合、また、コンクリートや鉄は温度差によって膨張や収縮を繰り返す。このため、壁や床にひびが入り、 建物の寿命を短くしてしまう。横に細長い巨大な建造物等では、これが顕著であるため、これを防ぐ目的で20から100ミリメートルの隙間を設け、外側から見える床には隙間を隠して、建物のデザイン性を保つアルミやステンレスなどのエキスパンションジョイントカバーと呼ばれるカバーを取り付けて、建物同士を接合する。外観は一体に見えるが、多くのビルやマンションは型や、 重さの異なる別々の区体をつなぎ合わせて建てられているため、そのつなぎ目にエキスパンションジョイントが設けられる。上から見て、L 字型、O 型の建物や、渡り、廊下のある建物でも、部分的に大きな荷重がかからないように設けられていることが多い。構造は複数に分かれており、強い地震が発生した際これが作用することで、建物はエキスパンションジョイントを境界に、 それぞれ異なった揺れ方をする。隙間を設けることで、地震発生時には揺れを分散させたり吸収することで、別々の区体の被害を抑え、割れることによって衝撃から守っている。このため、エキスパンションジョイントの幅に余裕がない場合は、建物同士が揺れによって触れ合って、壊れたり、エキスパンションジョイントカバーが壊れたりすることがある。そのため、外から見ると、 建物に亀裂が入って分断したように見える。かつては建物同士を結ぶためだけの部材であり、板金庫が製作していたが、1980年代に入ると企画化され、メーカーから発売されるようになった。当初、多くのメーカーの製品は水平方向の荷重のみを考慮したものがほとんどで、1995年の兵庫県南部地震の頃より延直方向の荷重も、 考慮したた製品が標準となったまた、東日本大震災以降建物の安全志向が高まりクリアランスを大きく確保する傾向にある。必要なクリアランスについては構造計算をもとに設計者が決定するが建築基準法施行例第88条第1項に規定する地震力による変形量の和の2倍程度が一般的に推奨されている。 地上から高くなるほど建物の揺れ幅が増大するため、クリアランスの計算式は、下記の通りとなる。クリアランスイコールエキスパンションジョイントの地上高さ、1、202倍。ありがとうございます。